はいさい、テレビ系士ザブちゃんです。今回はこれ、ババーン、 UV 樹脂。今回は金で買ってきた iPhone のケース、まあこれを一体どこまでおしゃれにできるか、まあそこが一番ポイントなんでね、チャレンジですね。レッツ、それでは作り方を見ていきましょう。レッツゴー。じゃあまずベースをまず塗っていきます。ベースを塗って花を置いていくと、このやっぱ UV 樹脂っていうのは固まってかないから時間はいくらでも使えると、そこはいいですよね。完成です。うわ、結構まだらだな。まあ、だがそれがいい。さて、塗ってきますよ。さて、どんな作品になったのでしょうか。一応完成しました。完成です。じゃあ安定。光ってるよ。ん、うお、よく光ってるよ。え、いいじゃない。ちょっとこのまだらな感じもまたいいですね。UV、 実は今回スマホケース3つ作ってみました。で、1回目ちょっとテストで作ったやつは結構分厚い花とかも入れちゃったので、厚めに厚めにと思って8回ぐらい重ね塗りをしてるので反っちゃってるんですよね。なので厚塗りする場合は結構収縮にはちょっと注意してやらないといけないですね。では UV レジンとは何なのでしょう。 UV とは紫外線を当てると、まあ、硬化していく、そういう特性を持った樹脂なんで、なんで紫外線を当てると硬化するのか。それは光をこう感じ取る材料、まあ、光増感剤というものが入ってるからなんですね。で、それが紫外線を吸うことによってこう樹脂にエネルギーを渡していくと。で、そうすると樹脂が目覚めていて、まあ、くっつこうくっつこうというような働きになる。これがまあ UV の反応なのね。UV とはそもそも何なの。 UV というのは英語で書くとウルトラバイオレット、それを紫っていうところから取って紫外線というふうに日本では言われてます。じゃあ紫外線といえばやっぱり太陽からの光。太陽からの光というのはだいたい1秒間に
30万キロ進みます。で、実はこれって一直線に飛んでいるように見えて、こう小さく振幅をしながらこう波のように飛んでいくんですね。で、これをこの幅を波長というふうに言ったりして、その波長によって赤外線だとか紫外線だとか、そういったのに分けられるんですね。実はじゃあ太陽の光っていうのは、太陽からの光は大きく分けて3種類に分けられます。まずは赤外線、そして可視光線、そして紫外線。赤外線っていうのは実は温熱作用があって暖かくする、太陽の光ってあったかい、まあそういうのは赤外線の効果なんですね。で、可視光線、太陽って眩しいですよね、明るい、そういう目に見える光っていうのは、まあ、可視光線に分類される。あとそうですね、ワンピースのキザルが出るあのビーム、あれも分類的に言えば可視光線なんでしょう、きっと。まあ、紫外線というのも UVA、UVB っていう風に波長によって分けられるんですけども、まあ、UVA っていうのは実は、まあ、メラニン色素、日焼けですよね、褐色にするような力もあります。 UVB、 これが実は結構大事で、ビタミン D を体で生成するのに使われていたり、免疫力を強化したり、そういった効果が実はあったりするので、太陽光を浴びてないと実はあんまり体って良くないと。